てしまったよ。大型企画まで残り3日、みんな見てね。エンジャーニャーハキトユタイエス、夏の特別企画来ましたよ。8月ね、いろんな企画あるんですけど、はい、格動画復活祭っていうのを僕らやってるんですよ、はい、それでね、インスタのストーリーでね、いろいろ企画募集したんですけど、はい、今回その企画やっていきたいと思います。よし、今回第2位に選ばれた企画はプルルルン復活ドッジボールです。1年前ぐらいにやった企画なんですけど、これ1年経ってる、たつさっき見たらすごっ。こちらの企画なんですけど、はい、これ92万回もやってます。ただいま今現時点92がっぽりってこと。がっぽり、がっぽり、再生はこれではなくて、まあ1年前にやった企画を今回やっていくんですけど、はい、まあ、軽くルール説明しますね。はい、2試合行います。はい、で2対2でやるんですけど、はい、これ特別なルールあります。はい、取ったら一気復活という、はいはいはい、なるほどね。満タンが3機なんですけど、うん、例えばじゃあ人がバゴン当たって、でそれでチームメイトの俺がバゴン取ったらまた3機に復活します。なるほどね。じゃあ連続3回当てない限りは勝てないってこと。そういうことですね。あ、なんか俺近いのチームでさ、バン弾いて近いが取ってさみたいな。あ、違う、そう、ユートが弾いて、ユートが弾いて、あのオレンジ色の変な汚ねえ癖野郎潰します。ユート来たね。いやー、取った。やばい、絶対に落とさまえた。あった、あった、それあったわ。そのプレイ生まれがちよね、生まれが取るからさ。そうなのよ。次また第1位がまだ動画公開されていないんだ。あー、なるほど。うわ、1位なんなんだ俺マジで。俺が見たいあれってことでしょ。みんなが見たいあれだって。あれでございます。なんかなんだ、この空にさ予想してほしくね。1位絶対あれだろう。あー、マジ予想してくれ。募ってほしい。来るね、これマジで。テキーラのね、来るね。来るね。テキーラワンコ。それね、非公開にします。まあ、いろんな企画があるので、ぜひコメントで予想してみてください。はい、そんで我々、日本一のスポーツ系 YouTuber になりたいということで、年末までにチャンネル登録者数50万人を目指しています。はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速やってみましょう。せーの、最高チーム負けグッバイ。前回のペアが焼き込まだったんで、ここで隠れグッパーしてチームを決めたいと思います。前回と千葉アッパイ。理不尽すぎない。お前ら何やってんの。僕らポンコツライダーズ。体重かグーの人手挙げて。はい、はい、パー。おっと、これはありがたい。うわーうわー。というわけで、コバチカ対アキユで試合やっていきたいと思います。ちょっとやめてもう我慢できない。復活ドッジ1年前にやったんだよね。やったよ。黒髪だったのかな。前回黒髪だよ。ええー。ああ、絶対そうだ。もう1年以上経ったよ俺、明るくしてから。あ、そうなんだ。そうだよ。俺もうド金髪の短髪の超ドキュンだった。ああ、ドキュンがいた。そうだわ。しかも今よりガリガリね。あ、そう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 。それでガリガリがドキュンぶってる。ガリガリはドキュンなのよ。あ、確かに。じゃあドキュンはガリガリなのか。あ、確かに、うん、ドキュン使うのかな今の人って。使んない、もしかして死後。ドンキクイーン、ドンキクイーン、ドンキクイーン、N ノイズ、それだ。それなんだ。相場最強軍団じゃないな。はい、もう満開、満開だって。何回もこれも言ってます。危ないか。この間あのでも編集しながらでも笑わせてくれるから本当お前ありがたい。いやいやいや、こっちバーン。やばい、こっちって。まあ復活どっち勝ちましょうよ。うん、まあ、取れば復活できるからそれ合わせても。復活ドッジボール復活祭デリバイ。よーし、見てくださいよ。はい、見てください。見てよ。これもうよ。見よ。
そうだよ。こんなこと投げかけられなかったよ。さてさてさて、こんなもう3回やったら終わりのゲームというのを皆さんに一回教えていきたいと思います。最初から分かってることで すいませんでした。気狂うな。聞かしてくれよこのまま。気狂っちゃってんだ。調子狂う、調子狂う。一年前と何も成長しねえじゃねえか。それ気狂ってるわ。気狂ってるわ。じゃあ正解ってこと。いい球投げる。おいおいおい、早いやっぱり。あいつ球速い、1年球速くなってるかもしれない。俺ね、1年前と同じ格好してますから。あ、そうだったね、はい、ただ、変わってるのは肩が痛くなってることだけ。いけ。おー、うまい。まあ、これ、取っても意味ないんですけど、なんか取ってあげたわ。あの時よりも1年分成長してます。いったって。いったるわ。成長してますよね。球のスピンとか上がってると思うんです。こうジャイロっぽい回転がしてると思う。なんかアリップが泳いでるのがちょっと俺には見えるから。さて料理でもしようかと。おー、いい球。けけけけけ。うわ、うまい。よくよけた。ちょっと見せて。いきます、うん、お前も成長してるとこ見せて。スピン大事。なんでこっちスピンかけて。今コア外してたボール跳ね返ってきたよ。降りてもしようか。うわ、おお、いい球。前に投げる係と、コバの俺が行った瞬間に前に行く係と、取って前に渡す係に分かれれば、お前天才だ。最強のカウンターが生まれます。エジソン、ありがとう。勝った。なんか久々考えたっぽいんですけど、結局ここより納金が勝つってことを分からせます。天才だ。今までの遊びやよく取った。おお、うまい。あー、取った。危ないよ。でも成功したんじゃない。めっちゃよかった。めっちゃよかった。あれ取るのあいつ。いや、お前も取るの。おい、あー、いた。3対2ですね。なんでよ。お前今取る係だよ。あ、そうだったの。そうだよ、俺取る前だ今。いい。うわ。お。あー、青ちょミス。インキャでしょうか。もう行き前。おお、うわ、復活。危ねえ。復活。いてえ。あ、球取れるや。取ったけど左ではもう使えません。あ、まあまあでも3球です。オッケーオッケー、復活しました。はい、振り出し。はい、当てられねえからな。いろんなの駆使してこ。そうだよ。一緒に走ってた。わかった。球早っ。気づいたら膝の前に球。あ、使い物なんで。それは投げるよりもな、叩いた方が早いんだ。
ファイヤー、ファイヤー、コントロールがなきゃ意味ないんだよ。うまい、あ、カウンター、うわ惜しい、終わった、おーセーフ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 、アウトー、おいばーおいばー、うまーやばい、すごいすごいことが来た今、ひっくり返ったね、なんだっておもろ勝ち込まれたのか、やるな、あいつ今のマジでいい、怖い、アウトー、やばい、うまっ、アクトが当たって速攻取って、危ねえ、俺も変な投げ方すげえおもろいな取られない投げ方しようじゃん、そうだね、いやこれ成長してるぞマジで、成長してるから、悪くなるぞ、無理や、取るね、おお一歩前出ました、やばいピンチ、やばい3-1か、はい、取ろう、1回取る、取る、1回取ろう、ちょっと取りづらいところに投げます、取られない重心、いけ、わお、わお、危ね、さあチャンスで、チャンスだよ、あー取られた、おーセーフセーフセーフ、いき、ベスベスベス、わー取られた、取られた、あーあーやばい、終わった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 、アウトアウト、あれあ、最後ワンマン、あ、セーフ、あぶな、一気に3対1、3対1、3対1、ね、さっきまで俺ら3対1勝ってたんだよなんでこうなるのはい、逆転して3対1勝ってます、でかい、こういうムーブがあるんですよ、いや、マジでおもろい、これこれだけはやばすぎる、一回神、こいや、油断すんな、当たると思ったら避けないとダメだから避けてちゃんと足と足引いて、さけ、おお、ちょっと遠いんでね、遠いんだよね、殴り殴り、おやばい、来てるよ、アウト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 、やばいよこれは、あー危ない、おー、あるあるある、あーない、取られたら誰よ、2対1、2対1取った、はい2対2、この戦いは取らない、これスタミナ勝負か、やばい、続いてる続いてる続いてる、うわ取った、よし、いや一気回復、3対2、大丈夫だろはい、現状3対2でございます、やべえ、何をすればいいか分かんない、取られないようにすることが大事か、うん、あとやっぱカウンターだね、そうだね、カウンター当てるチャンスはほぼカウンターしかないし、そう、エジソン
頑張ろうぜ。ずっと作戦はある。近い距離で取る、それだけだ。カウンターね。俺が噂のオーストラリアホームラン。この距離だったらな。うわうわ。これすごいわ。これね、1年間の修行の成果だ。いろんなドッジボールを経て成長してます。それが強いってことだろうな。そう。うわ、カーブしてる。あー、取った。オーストリアだ。おー、取った。すごい。オーストリアだ。誰がいながら取られてる。3-3です。3対3。振り出しです。振り出しです。うまい。うわー、おー、取った。アウトー。うわ、怖い。うわー、すごい。今、早っ。振り出しだ。振り出し。ちょっと終わりそうにないので、範囲を狭めてやりたいと思います。成長してる。全然違うよ、これ。やばい。この距離でこの俺はやばいよ。なんかこんな逆熱してるからな。なんか負けたをなんかしたくね。勝ったらなんか欲しくない。ジュースで全く。あー、いえ。バカか。ジュース、ジュースにする。じゃあ終わった後、冷てぇジュース買ってもらおうか。しゃあ。さて、じゃあ距離が縮まった俺のスピードを見てもらおうか。やばい、近い、近すぎる。おー、取った。おー、取った。うわ、早っ。やばい、来るよ、来るよ。うわ、よけた。こんなもん殴り合いや。アウトー。あー、来ない、来ないよ。あー、惜しい。めっちゃ撮りたかった、あそこマジで。こう見ていけたと思ったら、あいつ持ってると思って。最悪だ。当初の予選2000やる予定だったんですけど、1年の僕ら の, あの成長度合いを計算できてなくて、この1試合で勝敗を決めました。時間がかかりすぎた。過去動画復活祭ということでこういう企画やったんですけど、はい、おもろいね。おもろい。試合やるといろんな展開があるから、多分ね、そういうような感じにならないから。全然違うもんね、多分。全く違う動画。ちゃんとおもろくなる。第1位の動画はね、29日にね、公開するので、まだチャンネル登録してない人がいたらね、チャンネル登録してお待ちください。よいしょー。それではこの動画、おもろいと思った方、チャンネル登録、コメント、高評価、インスタ、X フォロー、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。今日も見てくれてありがとうございます。過去動画復活祭は8月29日公開なので、お楽しみにしてください。明日の動画、お待たせしました、夏の Vlog。はい、負けたので、負けたいと思います。なんすかこれ。ジュース。
ス掛けようって言った瞬間に俺が当てられたゲーム。覚えてないでしょ。大会のない、あれ、2回レースが当たるやつ。俺とユウトが勝てる世界線あったんだ。あったんです。ありがとうございます。しかもその日じゃなくてこんな日になっちゃってすいません。投げて渡すなよ、商品を。ありがてえ。負けないかんな。毎回言ってるよ、それ。